皆さんこんにちは、ニューヨーク在住アーティストのさきです。今回の動画は私がずっと作りたかった動画で、ニューヨークを舞台にした映画おすすめ5本を紹介したいと思います。ニューヨークの映画って言ったら結構皆さんこうお金持ちの生活の様子とか、あのプラダを着た悪魔みたいな世界観とか、すごいおしゃれキラキラみたいな映画をたくさん想像すると思うんですが、実はそれ以外にもいろいろあってですね、今日紹介する私が本当に好きな映画5つはどちらかというとそこからちょっと離れた、もうちょっとリアルなニューヨークを描いている映画です。なので有名どころの映画とはちょっと違うかもしれないんですけど、すごくニューヨークを丁寧にそしてリアルに描写してるなって思う、もう5本を選んだので、ぜひ皆さんに見ていただきたくて、今回動画にしました。おそらく映画好きの方だったらもう見てるかもしれないので、ぜひ皆さんの意見もお待ちしております。というわけで早速やっていきましょう。はい、まず一作品目はフランシス・ハーです。放題ではフランシス・ハーなんですけど、あの以前の私の質問返しの動画でも紹介しました。これはスクリーンプレイがグレタ・ガーウィックとノア・バンバックによって書かれていて、ディレクターはノア・バンバックがしています。そしてグレタ・ガーウィックは主役です。この二人はですね、最近バービーを一緒に書いた二人なんですけど、公私ともにパートナーで、この作品では二人でライティングも担当しています。この話はニューヨークに住む苦労している27歳のダンサーの話です。もうこの時点でね、私が今27なので、あのぴったりなんですけど、フランシスは大親友のソフィーと一緒にブルックリンで暮らしてるんですけど、ソフィーはコーポレートで働いてるのでちゃんとお給料があって、憧れの超高級住宅街のトライベッカにすごくいいアパートの空きができたから移りたいっていうところからストーリーは始まります。フランシスはその家賃を一人で払えはしないのでアパートを転々とするんですけど、その間も友達に待ってもらったりとか、彼氏と別れたりとか、まあ、世間的には悪いことがいっぱい起こるんですけど、フランセスはそれをいつも笑顔でニューヨークにいるアーティストとして苦労しながらこうどんどん道をたどっていくんですけど、内容をググって探ると結構大きいテーマなんですけど、すごくなんか軽やかに書かれています。これはね、ブラック&ホワイト、白黒映画なんですけど、それをデジタルで撮ったっていうのもあのすごく面白いポイントですね。とにかくライティングが素晴らしくって、キャラクターがとてもリアルなんですよね。私がもう映画の中で一番好きなモノローグがこの作品の中にあるんですけど、ちょっとネタバレになると思うのであえて見せませんが、なんか27歳のニューヨークのアーティストっていうのがもう私と重なりすぎるんですよね。 You seem older. I'm a couple months older. Like a lot older. But less like grown up.大学卒業してしばらく経って、でもまだ30代でもなくて、なんかすごく中ぶらりんな状態なんだけど、かといって大学の時ほど若くないから遊んでもいられない、大人として人生設計をしていかなきゃいけないけど、まだ自分は大人な感じがしないみたいな、そういうすごくね、なんか誰しもが一度はフランセスを経験したことがあるんじゃないかみたいな状況をすごく丁寧に書かれています。 Do I look old to you? No.Yes. なのでニューヨークに住んでなくてもこのキャラクターに共感できる人はたくさんいると思います。ニューヨークって聞くとこう、まあ、キラキラしてるとかセレブとか思い浮かべる人も多いと思うんですけど、やっぱりリアルに生きていくためには現実的な判断をあの下していかなきゃいけないんですよね。 It's kind of hard to explain. Because what you do is complicated? Because I don't really do it.でその中で若い人たちとしてのこうなんていうのかな、助け合いだとか、ニューヨークにいる幸せさと希望と、同時にある不安と非現実感と、そういういろんなレイヤーがどん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 自分の周りで起こっていく感じの、あのこうすごい美しいカオスをあのとても素敵に描いてるなと思っています。フランセス自体はあんまり気にしてないんだけど、どん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 ちょっとずつ人生の重さが積み重なっていく感じ。一見すごい大変そうというか、なんか全然うまくいってないように見えるんだけど、でもなんか恥ずかしくない人生をなんかフランセスは生きてる気がして、笑いながらちょっとずつ考えながら
前に進んでいく20代後半の様子が描かれています。もうこの映画好きすぎてね、みんなに見てもらってコメントが欲しい、みんながどう考えてるのかをすごく知りたいです。私の、ま、生きている状況というか、ま、周りの人たちとか私も直面しているような問題がリアルに分かっていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてください。はい、次2つ目、パストライブスっていう映画です。これはね、日本でまだ公開されてないので紹介するかすごく迷ったんですけど、公開されたら絶対見てほしいと思ったのでここで紹介しています。アメリカで多分今年最も注目された映画と言っても過言ではないと思っています。見てない人の方が多いと思うので、あえてちょっとストーリーはあんまり言わないんですけど、主人公の韓国人の女性は韓国生まれカナダ育ちのニューヨークの脚本家なんですね。この映画を作ったセリーヌ・ソン監督がまさに同じ状況の方なので、多分彼女の経験がおそらく元になってるんじゃないかなと私は思ってます。あー、どこまで喋ればいいかな。まあその彼女が家族の影響でカナダに引っ越して、でカナダで育った後に、ニューヨークに脚本家のになる夢を叶えるために来るんですね。でまあニューヨークに来た直後とかすぐに、もともと仲良かった幼馴染、韓国にいた時の彼と Facebook でつながって、しばらく韓国ニューヨーク間でまあ FaceTime をずっとしてなんですけど、離れた場所でお互いに思いを重ね続けていくことがすごく辛くなったから連絡を取るのをやめたんですね。でそしたらその後に彼女は今の旦那さんに会ってグリーンカードのために結婚するんですけど、またひょんなことからその彼と連絡が取るようになって結婚したと。で彼が20年ぶりに彼女に会いにニューヨークにやってくるっていう話なんです。 Is he attractive? I think soWhen is he leaving again? 私はこの映画館で2回見ました。もう配信とかまでもう待てなかったんですね、次見るのが。この映画の魅力伝えるのすごく難しくて、いろんなレイヤーがあるので、まあ、アメリカのフィルム的概念から言うと、まあ、A24 っていうプロダクションが韓国系アメリカ人、まあ、アジア人が主役のこんなに素敵な映画を作ってるっていうことにもすごく私は希望があるなと思ったし、あとはまあイミグラント移住者の話っていうところにもすごく私は共感したんですけど、言葉がねすごくシンプルなのにとても丁寧で、なんか物語がちゃんと静かにだけど進んでいくんですよね。ですが、만약에네가한국을떠나지않았다면、なんかいろんな、まあ、ちっちゃい時とか、まあ、20代前半結婚してそして彼に会ってっていういろんなライフステージの感情をとても丁寧に描いています。これはニューヨークと韓国が設定になってるんですけど、ニューヨークの情景もねすごくとても美しく描かれているので皆さん楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。パストライブスぜひ見たら皆さん教えてください。じゃあ次3つ目はソウルで、ソウルフルワールドっていう放題ですね。ピクサーとディズニーが作ったアニメーション映画です。あらすじはジャズミュージシャンを夢見る主人公のジョーが生きる目的を見つけられない魂の22番に、人生は楽しいことがたくさんあると自分の人生を輝かせてくれるきらめきを持つことの素晴らしさを伝えようとする物語っていう風に書いてます。舞台はですねニューヨークと、あとは生きる前と死後のゾーンっていう世界になってて、まあ、ちょっとなんかスピリチュアルな感じなんですけど、 Is this heaven? No. Determinism っていう決定論っていう考え方があって、簡単に説明すると人の思考とか行動は個人では制御できない要素によって事前に決められているっていう説なんですね。西洋哲学なんですけど、原因があるから結果が起こるっていう考えですね。これにまあ対してよく話に上がるのは目的があるから行動するっていう目的論なんですけど、そうではなくて今起こっていること、今の決断はそれ以前の出来事によって全て決まっているんだよっていう考え方なんですね。でこのディレクターライターの人はこのディターミニズムを自分の人生の生きがいとか、あとは性格、もし事前にそれが全部決まっていたらどうなんだろうっていうアイデアからこの映画が生まれたみたいです。すごく、ね、説明が長くなってしまったんですけど、多分ねいろんな人がトレーラーとか、まあ、もしかしたら映画も多分見てると思うので、ちょっとこの背景を紹介したかったんですけど、ピクサーの中では黒人が初めて主人公になった作品としても有名ですね。これをね最初に見た時ね、もう絵が素晴らしすぎて私はもうねびっくりしました。ニューヨークがねめちゃめちゃアニメーションなのにリアルにすごく綺麗に描かれてるんですよね。 Don't tell my mom about this, okay?
Forget class. I'm in a different class. もうなんか、あ、この人してる、この人してる、この人してるって一人一人なんかもう知ってるような感じになるぐらいすっごくリアルです。なんか夢を持つこととか目標に向かって頑張ることとかが、まあ、当たり前とされている社会で、まあ、私たちは生きていて、まあ、ニューヨークとかはね特に夢を持った人が集まってくる場所として有名だし、まあ、東京も多分そうだと思うんですけど、それを軸に生きてる人がすごく多いと思うんだけど、それを達成することよりも本当は、自分の人生の些細な幸せとかきらめきに本当の人生の意味があるんじゃないのかっていうメッセージだと私はあの前回見た時はね受け取りました。 I'm just afraid that if I died today that my life would have amounted to nothing。 まあなんでそれが響いたかっていうと、あの、まあ、芸術家アーティストって日常のスパークがなくなってしまうとただの技術家になってしまうんですよね。まあ、例えばジャズミュージシャンだったらジャズ弾ける人、アクターだったら演技できる人、それがなんか作業になってしまうともうなんかアーティストじゃなくなってしまうんだなっていうことをすごく考えさせられるんですね、私はこの映画を見たら。なんか日常のきらめいていることが自分の要素となってそれがクリエーションにつながると思うので、アーティストとしてはなかなかこうコンペティティブな世界にいるとそれを忘れがちになるんですけど、いつもこうコンスタントにリマインドしてくれる映画です。まあっていう結構まあすごいどっしりした内容を話したんですけど、でもあの楽しく軽く大人も見れるアニメーション映画なので見てない方はぜひ見てみてください。はい、4つ目、 Marriage Story。 マリッジストーリーそのままが放題だと思うんですが、これはネットフリックスで皆さんも見れます。先ほどフランセス派で紹介したノア・バンバックがライターディレクターの作品です。あらすじを読みますね。舞台演出家の夫と俳優の妻はすれ違いから離婚の準備をしていた。2人は円満な協定離婚を望んだが、これまでのお互いに対する不満が噴出しこじれ離婚弁護士を雇った裁判になってしまう。 I thought we should talk. Okay.I don't know how to start. これはニューヨークと LA が舞台で、どっちかというとね、あの LA の描写の方が多分多いんですけど、まあ、最初と最後にニューヨークの様子が出てきます。で、このファミリー自体はニューヨークで育ってるので、まあ、ニューヨークの家族の様子とかが本当ドキュメンタリーじゃないのかと思うぐらいすごくリアルに描かれています。この作品はまあ、正直めちゃめちゃ悲しいです。もう見るたびにすごく辛いです。やっぱり離婚を決意して泥沼の離婚裁判を描いて、その夫婦がその先に何を見つけるのかっていう話なのですごくヘビーなんですけど、なんか 3D の感情って言ったらいいのかな。お互いのことを家族として愛して子供も持っているけど、でもそれぞれの人生もあって、でそれぞれの人生がもうこの家族っていう人生の中にフィットしなくなった時にどういう選択をするのか。 But you and I both know you chose this life. You wanted it until you didn't.この作品はね、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバーが主演の2人なんですけど、あのもう私はね忘れられないシーンがあって、映画の後半の方でですね、もうほとんど終わる直前ぐらいに20分ぐらいの2人がただ会話、離婚どうしようかっていう話をするシーンがあるんですけど、もうね今まで映画で見た中でね一番強いシーンじゃないかって思うぐらい、いつまでたっても忘れられないシーンですね。People used to tell me that you were too selfish to be a great artist, and I used to defend you. で、もちろん役者は本当にすごいんだけど、でも思わずドキュメンタリーかって思うぐらい、思わず即興かって思うぐらい、やっぱりリアルに描かれてるのは、やっぱりノアのライティングがすごいんですよね。ノア・バンバックはあの即興を一切しない監督なんですよ、セットで。でライティングをとにかく詰めて完璧にしてからセットに持っていく監督として有名なので、それがこれだけリアルに感じるっていうのはやっぱりライティングの力なんですよね。はい、そして最後5つ目は Begin Again、 始まりの歌っていう映画です。これはニューヨークを舞台にしたミュージカルではないですけど、音楽が出てくる音楽映画、ミュージック映画ですね。マルーン5のボーカリストのアダムが出てたので多分それで知ってる方もいると思います。すっごいヒットした映画っていうわけでは多分ないと思います。
と思うんですけど、たまに私は見たく、帰ってきたくなる映画ですね。ミュージシャンの彼に裏切られ、失意の中ライブハウスで歌っていたグレタは、落ちこぼれの音楽プロデューサー、ダンと出会う。デビューの話へと発展するが、録音スタジオはなんとニューヨークの街中。路地裏やビルの屋上、地下鉄のホームなので、ゲリラレコーディングしていくうちに無謀な企画は思いもよらぬ事態を引き起こす。この話は、2人のミュージシャン、アダムが演じる彼氏のデイブっていうんですけど、デイブとグレタの2人のアーティストがロンドンからアメリカンドリームをつかむためにやってくるんですけど、デイブはまあレコード会社に声がかかってスターダムに上がっていく道をどんどん行くんですけど、でもグレタはそれに疑問を感じて音楽への愛を追求する道をたどるんですね。なんか全体的にね、すごく軽やかで気持ちが心地よくなる映画だと思ってます。まあニューヨークのでアーティストとして活動する身としては、何を軸に活動をしていくのか、それがどこに導いていくのかみたいなね、ちょっと大きいテーマを考えたりしますね。はい、以上映画5つ紹介しました。振り返ってみたら全然意図的ではなかったんですけど、ニューヨークにいるアーティストの話が全部だったので、私のパーソナルなチョイスだったとは思うんですが、皆さんにもぜひ見ていただけたら嬉しいです。多分自分と同じ状況だから響くっていうのもあると思うんですけど、でも私はニューヨークってまあいろんな人がいて、いろんな側面があると思うんですね。でもアーティストって多分ニューヨークの一番いいところと一番辛いところを日々体験してる、ジャンルな気がする間違ってるかもしれないけど、少なくとも私はそういう感覚を持ってます。だからもしかしたらすごくリアルだなって思うのかもしれないです。はい、ぜひ気になる映画があれば見てください。そして、もう見た方はぜひコメント欄で皆さんの感想を教えてください。今日も見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。